それは本当楽しかった思い出っていうのはやっぱり自分でこう自分の心からの、人から言われたことじゃなくて自分がしたいと思ったこととか自分で挑戦しようと思ったことを達成する過程だったり達成した時にやっぱりあると思うんですけど、なんで私小中高はまあ全然楽しく、小中高大か全然楽しいことなかったので、まあそれは間違いないんですけど、去年で言うと楽しかったことは、まあ、ゴビマラソンと、あれですね、卓研だね、卓研2週間で取った卓研、あれは楽しかったね。朝から晩までこもってね、朝は7時ぐらいに起きたのかな、もうちょっと早く起きたかな、で夜は1時ぐらいまでずっともう卓研の勉強以外何にもしない、本当にどこにも行かない、食事をするだけ、出歩かない、そうだね、無理やり積み込んだんですけどね、その間にね、あのうちの3番目のあの可愛い娘も生まれたんで、本当楽しかったですね。そのなんていうかな、一気に詰め込んで一気に、まあ結局受かることができたんですけどね。逆に言うと去年でやったアイアンマン北海道ですね、それも何も練習してもなかったしそんな気合い入れてってないんで、やっぱり、印象ないですね。アイアンマンとかトライアスロンか、トライアスロンの印象ないですね。ほんとゴビマラソンはねすごいあるんですよ印象は。結構途中ねくじけそうになってた時もあるんですけど、まあ、くじけそうになったのもあるし、まあとにかく楽しかったんですね。なんか結構250キロっていうのとあの壮大な自然の中が、アイアンマンに関してはメキシコ北海道、行ってるけど、まあそもそもそんな練習してなかったんでね、自分を追い込んでなかったんですよね。だから適当なところで適当な風に終わっちゃってたんで、あんまり楽しくなかったですね。まあ楽しいっちゃ楽しいんですけどね、多分これ何年かしたらすぐ忘れる思い出なんですけど、ゴビマラソンと卓研とかは覚えてるでしょうね、楽しかった思い出として。なんで、逆に言うと私の中でアイアンマンとかは、楽しかった思い出に入んないんですよね。だから小中高もなんかそれなりのなんかあったのかもしれないですけど、もう忘れてるってことはそこまで打ち込んだものがなかったってことです。で、まあ、ちょっと楽しかったのかもしれないですけど、 でも楽しい経験っていうのはやっぱりそのぐらい打ち込んでもうずっと残ってるとかそういう経験じゃないと楽しい経験とは言わないと思いますね、持論では。昔のだから、中国行った時の経験とか、インドでしょ、モロッコの砂漠とかね、そこら辺はすごい今でも周りあり覚えてるんで、それはすごい楽しかったですね。そうね、インドも本当楽しかったですね。でもそれで言うとだから高校小中高大は何もトライしてなかったんで、楽しかった経験何もないですね。本当中途半端だったんでしょうね。